せてください、もう少し。今夜は帰らない、帰りたくない。ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター大工マンです。今回はヒサメの弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。講座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回は1フレットにカポタスト A マイナーコードを軸に進めてまいります。これは日のみか版オリジナルと同じ高さですから、弾き慣れてくればアーティストの音源に合わせてコラボ演奏を楽しむことができます。ではいつものようにコードチェックから。使うコードは全部で7種類。アルファベット順に見ていきましょう。 Am コードは5弦がベース音、和音の要となる低音です。5弦から響かせましょう。 A7 も同じく5弦がベース音、5弦から。 C コードも5弦がベース音です、5弦から。D マイナーコードは4弦がベース音です。4弦から。E7 コードは6弦がベース音。6弦から。F コード、講座では押さえやすい簡易型を使います。6弦5弦を弾かず、4弦から下を響かせましょう。最後、G コードは6弦から。コードチェックが済んだら次は右手の動き。今回はアルペジオ、つま弾きです。図をご覧ください。左から右に時間が流れていきます。一番上が一番細い1弦、一番下が一番太い6弦です。スタートのアルファベットは親指の引き下ろし、押さえるコードによって弾く弦が異なることを表しています。例えば Am など A 系や C 系のコードでは、まずスタート5弦ベース音を引き下ろして、次に3弦人差し指、2弦中指順に引き上げ、この動きが前半のタラーラ、後半は1、2、3弦を順に薬指、中指、人差し指で引き上げ、この動きが後半のリーラーラ。ここまでの一連の動きを通しで弾いてみると、5、3、2、1、2、3、タラーラーリーラーラとなります。では少し難しいかもしれませんが、まず左手でネックを押さえて音を消して、このタラーラーリーラーラワンセットを超ゆっくりスピードで2回ご一緒しましょう。スタートの親指は5弦から始めてみましょう。まず5弦親指引き下ろし、3弦人、2弦中、続いて1弦薬、2弦中、3弦人、もう一度5、3、2、1、2、3。では今度は左手 A マイナーコードを押さえて、同じくこのタララリララワンセットを2回ご一緒しましょう。まず5弦親、3弦人、2弦中、1弦薬、2弦中、3弦人、もう一度5、3、2、1、2、3。では今度は少し速度を上げて2回ご一緒しましょう。まずお手本演奏を聴いてください。1、2、5、3、2、1、2、3、タラーラーリーラーラ。
2回ご一緒に2カウントで入ります。ワン、ツー、ゴー、サン、ニー、イチ、ニー、サン、タ、ラ、ラ、リ、ラ、ラ。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインに入っていきましょう。序盤の2行、1行目、前半分のゆっくりお手本を先に聞いてください。飲ませてください、もう少し。ここは左手 Am のみ、タララリララ1セットを4回繰り返します。ではさらにゆっくりスピードでこの部分ご一緒しましょう。2カウントで入ります。ワン、ツー、飲ませてください。この部分が標準スピードに達すると、飲ませてください、もう少しとなります。また応用技として、スタートの親指を1周目の5弦スタートから2周目は1つ下の4弦に変えて弾いてやると音に深みが出て効果的です。具体的には5弦で1周して、次は一つ下の4弦、また5弦へ帰って4弦へ。この奏法で弾いてみると、飲ませてください、もう少しとなります。お好みにより取り入れてみてください。続いて後ろ半分、まずゆっくりお手本です。Dm は4弦スタート、Am は5弦スタート。ではこの部分ゆっくりご一緒しましょう。2カウントで入ります。ワン、ツー、コン。標準スピードに達すると、今夜は帰らない、帰りたくないとなります。続いて2行目、まずゆっくりお手本です。誰が待つというの、あの部屋で、そうよ誰もいない、CK はスタート5弦、DK4 弦、EK6 弦スタートです。では少し難しいかもしれませんが、この行をゆっくりご一緒しましょう。2カウントで入ります。ワン、ツー、ダー。
メガ標準スピードに達すると、誰が待つというの、あの部屋で、そうよ誰もいないわ今では、となります。また A7 や Am は5弦と4弦を引き分けて、誰が待つというの、あの部屋で、そうよ誰もいないわ今では、という弾き方も効果的です。次の2行は序盤の2行とコード進行が同じです。ということで1行目早速ご一緒しましょう。2カウントで入ります。ワン、ツー。歌わないでください、その歌はわ5弦と4弦を引き分けて標準スピードに達すると、歌わないでください、その歌は別れたあの人を思い出すから、となります。2行目は最後に A7 が加わってサビにつながります。まずゆっくりお手本を聞いてください。飲めばやけに涙では、さらにゆっくりスピードでご一緒しましょう。2カウントで入ります。ワン、ツー。飲めばやけに涙もろくなる、こんな私許してください。この行が標準スピードに達すると、飲めばやけに涙もろくなる、こんな私許してください、となります。終盤の3行、まず1行目のゆっくりお手本です。外は冬の雨、まだやまぬこの胸を濡らすように。 Dm コードは4弦スタート、 Am5 弦、G コード6弦、C コード5弦、E7 コード6弦スタートです。では、この行、ゆっくりご一緒しましょう。今度は3カウントで入ります。1、2、3、外は冬の雨、まだや。標準スピードに達すると、外は冬の雨、まだやまぬこの胸を濡らすように、となります。続いて2行目、まずゆっくりお手本です。傘がないわけじゃないけど、
ではゆっくりご一緒に3カウントで入ります。1、2、3。傘がないわけじゃないけれど、帰りたくない。2行目が標準スピードに達すると、傘がないわけじゃないけれど、帰りたくないとなります。そして最終3行目、まずゆっくりお手本です。もっとよゆっくりご一緒に3カウントで入ります。1、2、3。もっとよが標準スピードに達すると、もっとよほどに飲んであの人忘れたいからとなります。さらに5弦4弦を弾き分けて演奏してみると、もっとよほどに飲んであの人忘れとなります。今回の課題曲はアルペジオでしっとり聴かせるアレンジにしてみましたが、よどみなく音を連ねていくところが難関です。少し手に負えないなとおっしゃる方は、簡単なストロークで飲ませてください、もう少しと弾き語っても味のある音色になるでしょう。ご自身のお好みにより無理なく楽しくお続けください。全体の弾き方解説は以上です。この後動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録ひさめなんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。そして弾き慣れてくればコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。